泳ぎは、はい、まず平泳ぎのさ逆みたいな感じで、うん、まず股を開いて、はい、蹴ってあげる、はい、で手はバランス取って、うん、なるべく自分の胸の方にやる、うん、それで波が来たらまたボディサービスに入れる、うん、必ずこうね、まあ、手を顔を上向いてやるのが一番ベターだけども、深いところはこうね、深いところはもう変わったって、これが本当に立ち泳ぎ、ね、足をぐるっと回して投げながら、蹴りながら手でこうバランス取って自分の胸の方に水を買ってやればバランスよく立てるから、これそれだって、これでどん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 あの陸にスープに流されながら陸に戻るから、焦んなくていい、焦んなくていい、もうこれが 500m 離されても立ち泳ぎさえやってればね、行くからこうね、終わったって足をこう平泳ぎのね、平泳ぎみたいにこうまた開いてで蹴る、膝を折ってね、そうするとこうやって重心ずっと立てるから、こうやってやれば周りも見るし、助けてくれーっていうこともできるし、それにサーバーに来てーっていうこともできるし、でそのうちにね、安心感が胸と心と頭に入るから、そうするとゆっくりゆっくりこうできて、体力をあんまり使わないで時を稼ぐね、それで結構もう来ちゃってね、離れたよね、流れにもあるから、もうすごい深いね、これでしょ、もう足が立たないし、足立たない、足立たない、だからってぶることないから、はい、でね、浅いところに行くときにはこうやってね、これのがいい、周りが見えるからね、こうやってやって、こうやってやってるうちに進むから、ゆっくりとね、流れに逆らわないでうまくこうやってやってく、これもね、サーフィン、サーバーにとっては一番大事に引っ込むのは切れた場合ね、うまいでしょ、乗っていっちゃいます。もう昔ランマヒロの前ピークからそのまま来たよ、うん、もうみんな小川さんとかみんな、はい、グリってさ、はい、何なんだあいつだって、これ一発目流したよ、はい、でワックスがなかったの、はい、塗ってなかったから倒れたけども、はい、次あのワックス塗っていったらめちゃめちゃうまい、トリプルぐらいのボトボタン入ってビューンってカットが来て、はい、スープ突っ込んでいくんだから、それでスープまた食らってしょってもうあんなサーブみたいなのはもう50年前ですよ。ランマフロやってすごい上手いサーブ、はい、スカイクラインでもなかった、はい、ルーフィーで、さあ、じゃあマーさん、これリーシュが切れた想定で、うん、ここから泳いで岸に上がるところをまずスープで上がるんですか。スープで上がるけども、はい、波がないからやっぱりこうね、ガルトル3回ぐらい、はい、クロールでやったら、はい、まず周りを見て、はい、それで、あ、と思ったらもう一回周りを見ながら、で、足がついたらもうやれやれっていうところだよね。やっぱりね、クロールと背泳ぎね、背泳ぎね、それからあと平泳ぎは、この3つはマスター1人なんで、はい、やっぱり立ち泳ぎするとき、やっぱりこうはやんなくても、こうやってやりながらやっぱり、ピークのように戻る、時間稼ぐ、時間稼ぐね、で、人が来たら、あー、助けてくれって言うし、うまいサーファーが通ってしまいました。じゃーん、辻堂はこんな感じです。まず、この自分が押し立てるところと頭、そうすれば絶対に溺れたりしないんだよ、人間。はい、で、まあさん、これから海水浴場が、うん、今年なくなって大勢の人が来ますよね。来る来る、で、来るよね。はい、そしたらやっぱり自分が命助かるためにどうしなきゃいけないか、で、また人も助けなきゃいけない、サーファーはレスキューを覚えなきゃいけない。そう、やっぱりさ、サーフィンやってる俺たちはさ、水泳やってる人っていうか泳いでる人たちより海のこと知ってるし、サーフボードもあるんだから、すぐ助けないじゃないですか、うん、やっぱりね、ちょうど人を助けると俺も 何助けたことないけども怖さを知るわけだから、こそみんなに呼びかけるね、これが必要なんだけども、結局離れてるから呼び止めないじゃないですか、うん、お父さんお母さんたちが見合ってるものをいい
ただね、お気味が立てないで自分の手で立つところであればパパパパっていけるじゃん。そうです ね、だからそういう風にして子供たちを、はい、水に慣らして行くよりも一番感じるじゃん。はい、じゃあ必ずあの助けてる声を出すことね、はい、そうじゃないと分かんないから見つけてもらうこと。そう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 、はい。じゃあマーさん、その時間を稼ぐために、うん、カレントで沖に出ちゃったりサーフボードを流しちゃったりして時間を稼ぐために、稼いで体をのリラックスして、こうやっぱりやばいなと思うわけじゃん。それをやばいな、怖いな、もう死んじゃうんじゃないか、どうしようかなっていう時に一番怖いから落ち着かせること、はい、そうすれば絶対死なないし、それを伝統的に立ち泳ぎやって周りを見ながらどうしたらいいかと考えた。立ち泳ぎは進まなくてもいいんですね、命を守ることだ、うんうん、はい、はい、じゃあそれではマーさん、さっき海の中でやっていただいた足の動きをこの砂浜でやっていただけますか。だから手はこうね、手はこう、足はちょっと寝転がってやってみてもらっていい。手は、手はこうね、はい、足はこう、足はこう、水の壁を蹴る感じなんですか。そうそうそう、これがもう本当の立ち泳ぎですよ、はい。まあ、これはね、こうやってやる、ね、立ち泳ぎだけども、本当に立ってやるときには、うん。で、バランスを取るためには、これと、これと、交互に、はい。交互ね、胸に抱く、水を抱く、はい。これが一番、はい。これと、蹴ってれば、必ず自分が水面より出るんですから、顔が。潜っちゃうと、やっぱり危険を感じちゃうじゃない。だから足だけだと蹴ることまず蹴る蹴る、これが大事だね。で手はボードでいいし、ボードでいいしね、それを、まあ、できればもう溺れたり必ず助けてくれるから。それで1時間2時間立ち泳ぎしたっていいじゃん、はい、船が来るよ。なかなかね、溺れちゃったからね、孫さん溺れちゃって自衛自衛だからしても必ずヘリコプターに来るし、船も来るし、助かる。ともかく長い時間生きること、海は。長い時間、やっぱりゆっくりと体力使わないで、立ち泳ぎでもやって、この来るのを待つ。待つことが一番命に、ね、助かるということだな。山中だったら、ずっとダーッと終わっちゃうけど、海はまだ待ったら来るじゃない。曲がれたら水のザボを飲んで、息ができなくて死んじゃうよ。でも、さ、水面より、ね、気が出てればさ、意義ができるわけじゃん。それをね、みんな思い知ったらいいと思う。はい、ありがとうございます。怖い思いしたマーさんだから、はい、ハワイでさお母さんの子じゃないもん、もう15ミリの波だよ。もうそこでまだ曲がれた時に死ぬかと思ったの、うん、俺何やったと思う。板を引っ込んだから、俺板抱えて足とそのままさ抱えてたガーッとやったの。そしたらこうやって曲がれてたの。グリングリンしちゃったわけです。そしたらもうぐる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 、そしたら助かった。あれ板離したら俺死んでたよ。もう死んでもいいと思ったからグーッとやったから、そしたらぐるっぐるっぐるっと回転して俺助かった。ああ。多分20メートルも行ったと思う。はい、ぐる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 ボードがノーズテールでそれで助かった。はい、その時ね、唇がもう上がった時に唇がずるずる震えてた。もう死ぬかと思った。これサービンできなかった。はい、すぐもうワイキャイロって言ったビーフジャッキとビール飲みながら、ビールあんまり飲まない、好きじゃないんだけども、ね、日本酒が好きなんだけども、ビール飲んでうまかったよ。はい、ね、車の中に生きててよかったなと思った。はい、やっぱり生きててよかったなって、もう感覚だよ。怖いよ。もう、もうどこじゃないもんね。目の前に来るみたい。でもね、よかった。やっぱり、板を取っ取って潜るのもいいけど、ぐる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 回されるんだったら、どっちのやつだったら板で曲がれようと思った。それがやっぱ俺はやるのか。それからね、2、3日もできなかったね。どうしようもいけない。中もいけない。もうワイキのさ、あまあ、今日はゴールとか、あの辺のところで、ロックパイとか、タイガーね。その辺でやっぱり、お前何でもリラックス、怖くないんだもん、リラックスできるから、ね。やっぱりゾーニングして、自分の心を癒して、また、ね、次に、よし、もう一回君はやってみよう。そういう気になるよね。段階だ、段階。やっぱり一気にポンって言ったら、そうは、いろんな人、一人ずつ、一人ずつ、一番いいんだ。
日本の波もそうだね。まあさん、今日はありがとうございました。またあのこのセルフレスキューシリーズ続けて、そうだね、はい、収録していきたいと思います。皆さんまた見てね、はい、あんまりベラベラ早い口をね喋らないようにしますから、あしからず、はい、ありがとうございました。このウエスーツはダムの緻密兵器で、このウエスーツを、ね、あの胸にパッと5センチ入れると背筋がパドリングする時ももう大きい波が見えるし、ずっと5センチ以上あの背筋がこうつくから、パドリングも速いし、それにあの胸でクッと押すとあの立つのが早く立てる、はい、倍はいかないけども、はい、いつも8で7か6ぐらいだけども、4ぐらいはこれがつくと立つのがクッと速くなるから、はい、年寄りにはすごくいいわけね。ああいいですね。それと、はい、この間の去年一昨年か、はい、稲村でやった時に、はい、あのダブルぐらい波曲がれたのね、うんうん、でもう最後もうパー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 ってやばいなやばいなやばいなと思って、ちょうどスレスレのかすって大丈夫かと思ったら、このリップがバーンとテールに当たってそのままバーってやって、ああもうお母さんかなと思ったけども、これが浮力になるわけ、はい、浮力に、はい、浮力になるからスッと上がってきた、はい、それですぐダムに出まけて、はい、お前これね浮力があるから曲がれてもすぐ上上がってくるよったら、うん、ダムはもう最高のコメントだって褒めてくれた、うん、よかったですね。それだけさ、これはこんだけのね、はい、こんだけの浮力のあれだけども、はい、ゴムだけども、はい、ゴムの硬いのが入ってるんだけども、これが命取りになるわけよ、はい、命取りっていうか命が助かるわけ、はい、全然違う曲がれても。そうですか、うん、それを感じたね、はい、だから、ちょっとかっこ悪いけども、はい、でもなんていうのかな、もう73にもなるし、はい、かっこよりもねサーフィンエンジョイがしたいじゃないの、はい、もうパドリングだってほんと楽だし、はい、それに板が混沌できてもここで助かるわけじゃん、うん、だからそういろんなね、はい、ことで俺はもうこれをいいなと、俺は、はい、だから皆さんにも60、まあ55ぐらいだけどね、はい、もう腰がこう上がんない、背筋上がんない人たちにはこれを全員使ってもらいたいよ、はい、商売とかそういうのもなくね、はい、それがやっぱりサーフィン楽しくできる。そうですね、うん、はい、腰にも背筋にも負担が来ないから、うん、な1時間のところ1時間2時間できるから、はい、これちゃんと。まあさん、これは何て言って注文すればいいんですか。いや、胸にパッドが、うん、あの入れてくれって言えばどこのウェスってなってくれる、はい、これちなみに J ・ロペスもやってるからね本当にはい、わかりました。まあこれは名前を決めましょうね。名前なんつったらいいかな、うん、応募しましょうか、 YouTube で。そうだね、はい、応募してくれるとすごくいいね、はい、何しろね楽だから、はい、で一番の、はい、そのあれは自分の命を守ってくれる、曲がれてレスキューですね。レスキューもう曲がれても怖くない、これがあると、はい、だって稲村ダブル食らってんだよね、はい、上からストーンと押されたんだから、はい、